2024年3月10日、9時46分、朝、ふみとさんの声で、待ってるという声。過去は待ってるって言ったかな。ちょっとその辺ははっきり覚えてないんですけども、気温も今日は、まあ、冷えてますね。で、まあ、昨日はちょっと雪ちらついてました。でね、これ、今何が問われてるかって言ったら、もともと僕はその電波の方法っていうのはエロ業界の人間の行う方法であると。で、エロ業界を最初に開いたのはやっぱり皇室になってくると思うんです。いや、だから最初、ね、オークとかね、それは、だから皇室の家系の人たちが将軍とかになってるから。で、もともと、何人も嫁さんを抱えていたと。これは武田恒康さんとかも、白状しています。で、その、女性の方のやり返したい気持ちから始まったんじゃないですか。僕は自宅をしっかりと伝えています。ご本人たちに。で、昔もここに遊びに来ました。だから、ここの自宅に直接来るっていうのが本筋なんですよ。皇室のあり方とか、で、それを警察官がね、相手は皇室だから、その方法をやめなさいって、ちゃんと家行きなさいっていうことをしないっていうことは、結局それが元になって、エロ業界がこのままのすばってる世界が出来上がってるんですよ。ここで社会をまともにできるかどうかは、佳子様がちゃんと僕の家に来るかどうか、文人様でもいい。佳子様が何か断りづらい事情があるんであれば、それはもう恋愛問題もそうだけども、河川水門開始ダム発電、地下水流、それとトンネル発電もそう。で、これは何回も説明しました。ひどい時は、私の自宅の前の廊下を通った時に、今まで結婚話をしてきた人間のね、音声で、声が聞こえてくるんですよ。リアルな声で、来たとか。で、外開けたら、廊下歩いているのは全然違う人。顔が変わっているとかじゃなくて全然違う人。多分もうエロ業界の人間。一回その、だからそれは女優関係の人間の声だったんですけども、エロ業界側だとバレたら、やっぱりもうそういう人間と、としてコンピューターの中で分類されてるんじゃないですか。だからそれは、国連とかそういう一般大衆からの物事の見方であって、もともとの歴史を見ると、奴隷を売り買い、要するに人を売り買いしていたのは金持ちであって、高額所得者であって、その元をたどっていくと、王室や、そういう流れの者たちが、政府上層部を占めていた、要するに高額所得者であったと。なんかもう僕の立場からこれ言いにくいことなんだけども、これはしっかり言っておかなきゃなんない。もうこれ以上皇室の人たちが行動、するべきことを間違えないように。正せてきたのは僕なんですよ。もう一度言います。習近平国家主席が日本へ来ていただいたときに、その、世間の目もありますからと。現実的な、世の中のことがありますから、1万円ぐらいのコース料理にしといた方がいいんじゃないですかと。その、会食の時の。そういうふうな形にしていただきました。それで間違いないっていうことで聞いていますし、私はもともとホテルマンでしたから、品物を見たときに、それぐらいだろうなと、いう感覚でしたね。で、平成の天皇陛下から、なる人様への、交代、平成から令和への交代、これも私からでやって、多分私しか、その、皇室の人たちに、その、そういうことを言える人っていないと思うんです。そこは、世の中全体を本当に、今ここで変えておかなかったら、ついいつそういう人間が現れるかわかりません。
だから以前、その最近、その動画でアップロードした内容のものなどとかを、しっかりと佳子様とかを見ているのかどうか。で、フミト様たちが見ているのかどうか。だからそこ、一度、その、皇居と赤坂御所を分けるんであれば、だから赤坂御所に私の方は会いに行きますから、だからまずは電話と。だからまずは絶対電話なんですよ。この方法は。それか、僕の家に自宅に直接訪ねに来る。その辺すれ違う方法は絶対使っちゃダメ。だからそれをもともとエロ業界の人間の会う方法だったから、だからエロ業界の人間と、つながる。だから、斎藤真美アナウンサーは岡村隆史に声かけられて、その後テレビ出てる時に岡村隆史に膝枕をして、耳かきをしてる。で、その業界は、芸人はもともとエロ業界側に行ってしまった人たち。だからその方法をずっと、家の横を通り過ぎる方法を使うっていうのは、結局、粟井圭介を利用して顔を作っていった別の男と会うの方法だから、本当はそれは裁判沙汰見つかった時点で。これもはっきりしておきましょう。だから自分の生き方を変えるかどうか、佳子様次第であって、それは佳子様が決めることであって、僕はこういうふうに、教えてあげることができるだけ。で、そこで変えなかったら社会全体が崩れてしまったままの社会がずっと継続される。そこから自分の子供が生まれてきた時に、そういう人間と結婚した時に、どれだけ自分の家計がややこしくなるかっていうことを理解しておいた方がいい。僕はそういう類の人間ではない。だそこは、今僕の顔がちょっと変になっていたとしても、そこが、顔ぐらい、一晩寝たら治りますし、さっきも今日の朝、無理やり起こされてるんですよ。9時半ぐらいかな。それかもう少し、9時過ぎぐらいかな。車で、自宅の前の、廊下側の部屋の方ですよ。踏切のある方の、あちらの方の、縁石のところ、側溝、つまり、ちょっと違う言い方をすると、ドブと呼ばれているところですね。あそこの上に置かれている蓋、縁石のところを踏みつけて、音鳴らしてっていう形ですね。それで、もうちょっと布団の中痛かったんですよ。寝れるときに寝ておかなかったら、やっぱり、自分は困りますしね。体の体調の回復とか。普通に家訪ねてもらったら、正直拭き掃除なんか一日しなくてもどうでもいいじゃないですか。本当に。今お腹で返事されてますね。あうっていう声。それは多分フミト様の声。取り憑かれてる。だからその取り憑く方法をずっと何かこう、知る人間って、僕それずっとやられてるんですよ。勝手に取り付いてくるんですよ。今、フミト様のことを好きとか嫌いとか言ってるんじゃなくて、それをコンピューターが覚えてしまってるんですよ。その方を電波とのプラスで。だテレビを見たときに、いろんな人間がつながってきて、やっぱりお腹で返事される。お腹がから音が、音というような声が聞こえて。それでもその方法をまだ使用されていて、こちらがどういう感情になるのかっていうことを、子供でも分かることをずっと続けてる。それはもう世の中もう滅びるしかない、本当に。僕は滅ぼそうとしてるんじゃなくて、皇室の人たちが、その佳子様とかのその行動、もうこれはもうテレビ局の他の人間もそう、何が足りなかったか、真面目さが足りなかった。絶対にそれです。あと反省。ひどいことを押し付けていたっていう。もう気温のことも、本当は天の神様とかあのような人たちが見ていて気温が決まってるから、自分たちが次の日また歩こうとか、そういうふうに考えている時点でもう気温下がるんです。それ分かってますかっていうことなんですよ。コンピューターもそれを頭の中を読んでるから、だから音声拾ってるから、だから前の日にね、
明日の神戸、だから2日前ですよ。明日の神戸の最高気温は4度で、4度っていう通知が来たと。言ってることを動画で、私は言ってるんですよ。だからその動画は貴重であって、しっかりと目通しますかっていうことなんですよ。公務なんかしてる場合じゃないんですよ。どうでもいい公務が多いから。逆の方に行ってる。それはもう、成人さんも同じ。その今時、褒章、勲章なんかもらえるような立場の人いないんですよ。逆なんですよ。逆に世の中めちゃくちゃにし来てしまった人たちに与えてしまっているから。今度は今、文人様の声でコンピューターが、用意緩和っていう声を聞かせてきてるんですね。まあ、まだちょっと息も沿ってない状態なんですけども、無理やりをずっと続けようとしていったら、こうなると、顔にしても、家にしても。だからまず、ちゃんとその綺麗な顔でいる状態の淡井圭介と会いたいんであれば、先に赤坂御所に宿泊させてあげることですよ、佳子さまは。で、あと、ウキペディアの佳子さまのところが、佳子側の、説明欄のところで、佳子側の佳子に変わってますね。これは以前も言いました。それは、淡井圭介一人で佳子側まで撮影行かせていたから、多分そういう風になってしまったんだと思いますよ。昔の方じゃないですよ。過去側の方の過去ですよ。で、それは、その河川水門回式玉発電コンピューターから見ても、もう結局、過去様次第なんじゃないかと。で、最終的な、その、今までの総決算が今、出てるんですよ。皇室が今までどうだったかっていうこと。いらない名誉総裁なんかもうどうでもいいし、そういうことじゃなくて、まずはちゃんと会って話し合いだから、それは成人さんも自分で、しっかりちゃんと会って話し合いと、しっかり会って話し合いと自分で言ってるんですけども、自分、淡井ケースが皇居行った時に会わせてくれてなかったと。警察官の人がその言葉を伝えに来た時に、僕は録音するべきだった。で、その人たちも上の人からの、伝言で来てるはずだから、その人たちも、誰それさんから聞いたっていうことを言ってもらわなければならなかった。そうすれば固まる。証言としてね。東京ではああいうふうな天気はずっと続いていた。雨多かったでしょ、今年。冬場に。で、雪まで降ったでしょ、3月。で、昨日、神戸でも雪、ちょっとだけちらついたんですよ、この辺で。まあ、標高はある程度あるっていう部分もあるんですけども、平野部と違って。だからそこを、どうチェンジするのか、そのまともな社会に変えていこうとするのか、まあ、気温もそうなんですけど、結局、ちゃんと家来る方向で進んでいたら、気温、だいぶ上がってたと思いますよ。だから、それによって、いや、だから冷たいことをしてるかしてないかなんですよ。総決算が。一応これも言うと、先に外の様子撮影しなかったから、これ急に撮影、これ見せても、こう言った瞬間、今の最後の方の言葉ね、光量上がってるっていう、それね、まあ、また下がってきてますけども、基本的にはこれ、相手が、戦おうとしてる。戦っちゃダメって言って、その戦おうとしてるのが、その、こいつの人たちのその生き方そのものだから、意地張りすぎなんですよ。自分たちが間違えてましたっていうことで、自宅来てくれたらいいのと、結局それをテレビ局の人間が真似してしまって、社会全体が社会崩壊している。ちゃんと私に電話かけて会いに来る人間はテレビ局の人間いないんですから。男性の、例えばバンドグレーとかもそうですし、だから最初の方出してる曲とかの歌詞って、グレーも実は本当は結構めちゃくちゃな歌詞多いんですよ。唇嫉妬ジェラシーとか、じゃ唇嫉妬誘惑以外にも、まだ最初の頃、その唇とかが出る前の曲とかでもね、
まあ、その辺のところで、まあ、歌詞がまともに変わっていっても、コードが変わってなかったらっていうことになるんですよ。髪の毛まだ染めてますかっていう話もそうだし、それもウィズの皆さんだろうがそうだし、他の人たちみんなそうだから、それはもしコンピューターのグラフィックで髪の毛が染まってるんだとすれば、もうその裁判的な判定でね、ちゃんとまず粟井圭介に会いに来て、話、決着つけることを、その粟井圭介を助けるっていう話でグレーは成り立って、まあ、世に大きく羽ばたいたわけですから、もし粟井圭介との出会いがなかったらどうなっていたかっていうことを考えたら、多分 X ジャパンみたいになってたと思いますよ。そのうちライブ会場とかで、しょうもないこと言い始めて。あったでしょ？その X で、その、かい、あの、お前ら脱げよみたいなことを言って、女性まで上半身脱ぎ始めてって。もうめちゃくちゃ。もう自衛隊の一個大隊とかが突入しなかったら、あんな人数どうしようもない。ちょっとや外の数の警察官が集まっても。警察官だって怖いから、あんな人数。まあ、その辺のところで、まあ、今日僕は、ある程度、普通に過ごそうかなとは思っています。だから先に僕の喋ってる内容を、しっかりと見ること、聞くこと、で、これ喋ってたらまた変なやつ来て。雲の音聞こえたでしょ。軽トラ。春山整骨院にしょっちゅう出入りしてるやつ。そこはたまり場。おかしいやつら。だからこれはもう僕一人でどうこうできるわけじゃないから。カッコ様はちゃんと僕の家に来ることをあらかじめ、どっちにしても聞いても電話かけなきゃ無理。大きな声で呼んでくれたら聞こえるかもしれないけども、もう今までの現象でね、その時に限ってトイレに行ってるとか、いっぱいあるから、なんか変ずっと。はっきりさせてないからだと思う。だからテレビ局との、その関係性をはっきりさせると、個人名称をね、粟井圭介さんと結婚したいとか、粟井圭介さんのことが好きですとか、それを今言わなきゃなんない。こう聞きの年数で、だから法廷での考え方。だから例えば子供の頃に好きといった内容が、例えばその後、30年近くじゃないか。25年近くね、時間が経過して、それが有効化するかって言ったら、有効化しないじゃないですか。で、そこを、今までの、後のテレビ局関係の人間とかも、その前の、粟井圭介との結婚話した人間とかも、結局、粟井圭介との恋愛を利用して、テレビに出て稼いでしまってるだから、佳子様は家計的に、公務というような形で、お金の分配がありますけども、はっきりしてるかはっきりしてないかで、だいぶ僕を責めてきたでしょ？いろんな人たちも含めて。テレビ局の人たちも含めてね。僕ははっきりずっとしてたのに。だけども、それを伝えてくれなかった。テレビでもね。逆のことをずっと伝えていた。で、リンチに遭っていた。集団リンチに。嘘、それ知らんとかいう電波の声を後ろから聞かされてるんだけども、覚えてないだけその人が。粟井圭介が今まで説明してきたことを。もう喉ガラガラなってるでしょ。取られてる。とぼけるっていう方法が、電波でそれを言わすことによってね。これが皇室を守ろうとしているコンピューターの稼働だけじゃない。多分、本当はもともとはテレビ局もそうだったんじゃないですか。だから本当は裁判所も守られちゃダメ。全員同じルールでしないと。で、もう間違えてる点を指摘された時点で法律名どうこうじゃないんですよ。それするから隠蔽ができてしまうんですよ。何があったかを裁判所に挙げた時点で裁判官が対応しなかった場合、そこの裁判所の裁判官と秘書官両方とも大きなペナルティを課さなきゃならない。
それは国庫にお金を返納じゃないんですよ。それすると、お金は、ね、国家公務員とか公務員の人たちが悪いことしてたんだから、そこの方にお金がまた戻っていくって、それ話おかしいじゃないですか。どう転んでも自分たちが絶対得する仕組みを作っちゃってるんですよ。その秘書官や裁判官棄却してしまった人たち責任を持って解決しなきゃならないんですよ。要するに弁護士側に回って。これが責任なんです。僕のですよ。他の人のじゃないですよ。だから最高裁判所の裁判官になった後、弁護士に回ってる人もいますよ。それは責任の持ち方だと思うんですよ。その人が責任を自主的に持とうとしていたか、言われてそうしているか、気づきますから、ここまで。頭の良い人であれば。で、それは多分ルール化されている一部の人間の間で。だけど、末端の人間はそんなこと全然知らない。以上。多分このままだったら、明日も明後日も気温上がらないと思いますよ。それも過去様次第。結婚求愛で今過去様に絞ってるから。それとあとはまあ弁護士をつけてもらうことを頼んでるグレイの皆さんも同じ。自分たちだけ、うまく生きてればそれでいいっていう考え方はもう終わりですよ。音楽業界でその歴代ナンバーワンのバンドマンであるグレイでさえ協力してもらえないんだったら、まあ、他にもニュースの皆さんとかいらっしゃいますけども、年配の方たちでも、どうしてもまあ、先輩後輩もありますし、長い間その出してきた実績キャリア、まあ、曲歌詞、その内容、その全てを考えたときに、そこまで出来上がっているのに、全まだ助けんですかね。でなきゃダメでしょって、そこまでしたら不良側ですよって言ってしまうので、やっぱり黒い服とかそういうのに着てしまってるでしょ、それ人の性質を表してるんですよ。もういろんな本当のことが分かったりする。